それでは札に行きますね。まず浮かん無理を書きます。短い縦位置を書いたら、中心に対して少し右を広くして抜きますね。でその下に祭りを書きます。少し立ち気味ですね。横に短めに持っていったら平行に同じく立ち気味に持ってきますね。ここは、下の点が半分よりも下で終わるぐらいかな。この長さを一緒ぐらいで横に行って短めに抜いていきますね。そしたら右のこの払いは45度ぐらいでいいです。でこれよりも上でいいです。そしたら、沿って伏せ手を2倍ぐらい、中心から抜いたら上の方に2つの手、大体の幅を揃えて点の位置を決めます。